現在のアルカディア地方の風景古代、ペロポネソス半島の地域アルカディアは、ギリシャのペロポネソス半島中央部にある古代からの地域名で、後世に牧人の楽園として伝承され、理想郷の代名詞となった。アルカジアとも呼ぶ。名称は、ギリシア神話に登場するアルカスに由来する。英語風に、アルケディア、アーカディア、アーケディア等と表記される場合もある。 ラテン文字による綴りには、アルカディアとアルカディアの二種が混在している。実在のアルカディア地方は、現在のアルカディア県にあたる。実在のアルカディアは、ペロポネソス半島中央部に位置する古代、アルカディア人の住地で、マンティネーア、テゲアなどのポリスがあった。前4世紀には、アルカディア同盟が成立し、中心地としてメガロポリスが建設された。 濃厚に適さない貧しい山岳地帯で牧畜を主としていたが、後世牧人の楽園との伝承が生まれた。現代の行政区画ではアルカディア県がその名を受け継いでいる。アルカディア県は古代のアルカディア地方に加え、エーゲ海沿岸のキヌリア地方を含んでいる。アルカディア県の県とはトリポリである。立想郷としてのアルカディアのイメージ。 トマス・コールの連作会が、帝国の水位より、牧歌的な状態、ザ・アルカディアン・オア・パストラル・ステート、ニコラ・プッサンの、アルカディアの牧人たちコンスタンチン・マコフスキー、ハッピー・アルカディア・アルカディアの羊会、ガカチェ・ザーレ作家儀の作品ユートピア、理想郷、牧歌的な楽園、理想的伝言の代名詞的な意味は、楽園伝承から生じた。 アルカディアのほかアルケーディア、アーカディア、アーケーディア等と表記される。ラテン語の名言である、エインアルカディアエゴとは、私はアルカディアにおいてでさえも存在しているという意味であり、生の儚さと死の不可否性を説いたメメントモリの一、例である。ギリシアの地名は、元来、ローカッパアルファーデルタアルファーである。ギリシア語のカッパをローマ字転写するとき、系と、 C が混在することとなった。現在、多くの言語では、どちらの表記も用いられている。ありがとうございます。